はいどうもゆうじです今日はこちらととあるダンサーの不完全な意見というお話です今回はですねとあるダンサーさんという立場から下さったコメントについてのアンサー動画という形になります。でこれについてはなんかね他の方も取り上げていたようなんですけれどもまあその方たちと意見が同じになるのかどうかはちょっと分かりませんが私なりの視点を持ってお話をさせていただきたいと思います。 ちなみにこの方がプロのバレエダンサーかどうかは分かりませんけれども一応プロだと思ってお話をさせていただきたいと思いますこの方アカウント名が大輝ラムさんという方になります 入りとしては、えー、今回の一件について一人のダンサーとしての立場から意見させていただきたく思いますということで、まあ、ヒューマニッキさんと山海さんの件についてご意見をされている方になりますでどちらかといえばこの方は山海、えー、さんのやってることに対して批判的な立場から物事を述べている方だというふうに私の方では認識しておりますので、まあ、そのつもりでお話をさせていただきたいと思います ただご本人としては攻撃する内容ではなく事実の共有と建設的な議論を目的としているというふうにおっしゃっております。 で、まず、この方が言っているのは、えー、マーケティングの観点から、バレエを広めろうという形はもちろん理解していると。で、バレエ界にお金が回らないといけない、そのために間口を広げる、そしてそのためにの手段は選ばないということを山海さんがおっしゃっている、というふうに言っているんですけれども、これがそもそも間違っていると俺は思ってるんですよ。あの山海さんはいろんな方法を模索した上で、この方法が一番自分の取れる方法の中で効果的だ、 というふうに思ってこの手法を取っているだけであって手段を選ばないわけではないんです選んだ末の手段がこれだというふうに思って今実施をしているということなのでまあ、これはねあのちょっと勘違いされてるんじゃないかなというふうに私は思っておりますただこれは私の想像のもとにお話ししていることなので山海さんの意見と違う部分は多々あるかと思いますのでその点はご了承くださいでこの方法まあ、youtube を使って山海さんがやっているような方法というのはバレーを広めるという点においては効果的だという というふうにこの方も思っているようですで、この方がその問題に思っているのは、えー、マーケティングを理解した上で違う方法を取るべきだというふうに考える人々が存在するという点にあると思いますということなんですよこれが一番の問題なんだということらしいんです俺はね別に問題でも何でもないと思うんですよいやそういうふうに思う人がいるのは別に構わないと思うんですけども 別に違う方法がいいっていう風に思う人は違う方法を取ればいいんじゃねえのっていうだけの話なんです山貝さんは山貝さんの方法であればいいし違う方法が効率がいいしその方法がバレー家にとっていいとバレー団サーにとっていいって思うんだったらそ,のうそういう風に思う人たちがそういう方法を取ればいいんじゃねえのっていうだけの話なんですよ山貝さん関係ねえじゃんって思ってるんですよ俺はこの方ね山貝さんのやっていることとかやろうとしていることちょっと悪意を持って解釈しているんじゃないかなっていう風に思って いるんですこの部分を読むとどういうことかというとまずこの方は、えっと、山海さんがおっしゃる理屈は、えー、バレエが広まりバレエ界にお金が回れば何でも良い手段は選ばないがその目的が達成されればみんなハッピーだという前提のもとに成り立っていますっていうんだけどもこれ違うよねって俺は思ってるんですよ。確か山海さんががおっっしゃってたのののののはそババレレーのサーササビスを受け取る人と、えー、バレーのダンサーこの両方が その充実感を得られるような形で物事が進んでいけばいいよねっていうようなことを話していたかと思うんです以前に。お金が回れば何でもいいやということではなくてサービスをする側受け取る側が両方とも満足できる形でお金が回ることを望んでいるのであってお金が回れば何でもいいっていうことではないというふうに私は認識しております。 順番が逆なんだよねみんなハッピーになった上でお金が回ればいいなっていうふうに山海さんは感じているわけでお金が回ればみんなハッピーっていう考え方ではないんですよ。全く逆なののねそれねつまりこの方は 悪意を持って解釈してるんだろうなというふうに私は感じておりますで、もちろんこの目的が達成されることで経済的な利益を享受し嬉しく思う人もいるでしょうまあこれはそうですよね当然ながらですが問題は反対にそう思わない人々も一定数しっかりと存在するという事実です実際に異なる意見を持つ人々がどのくらいの割合で存在するかは 数字的な根拠がないため我々は想像の中で語るしかありません個人的には反対派もかなり多いのではと思いますあのー、なんだろうねこういう人たち見てるとなんだろう自分一人の意見じゃ戦えないのかって思っちゃうんですよなんかこう自分たちの意見はすごく大きな意見なんだよっていう風に見せたがっているようにしか見えないんですこの発言って 具体的にねどういう方が言ってるとかねどれぐらいの人数が言ってるかっていうことが分かんないんだったらこんなこと言うもんじゃないと思いますよ非常にみっともないと俺は思うんですよでもう言うなればあのみんな言ってるんだからっていう <laughs> ねあのどっかの沢井さんみたいなもう小学生みたいな論理よって話なのだからあ,のあまりにも子供じみてる発言だから俺はねこういうことはね言うべきことじゃないと思ってるんですよちゃんとね意見がしっかりしているんであればそんなね 誰々が言ってるからとかねたくさん言ってる人がいるかもしれないとかそんな曖昧な話にはならないと俺は思っているのでよっぽど自分の言っている論理に自信がないんだろうなというふうにしか私の目には映っておりませんえこのように山海さんが自らの目的の対象として掲げるバレエ界には反対の意見を持つ人々も共存します山海さんが自ら影響を与えようと試みる範囲には 山海さんの考えを支持する人々支持しない人々ヒューマさんレイナさんそして私といった人々がしっかりと含まれるのですとなるとその対象に含まれる全ての人々にはバレエをどのような形で広めるかそのためにするべきことするべきでないことについてものを申し議論をする権利が等しくあるかと思います うん、あの誰にでも物申す権利はあるし自分の意思をね表明すること自体はね何も問題ないと俺は思っているんですよ。そういった意見を山海さんが採択するかしないかは山海さんに委ねられているというふうに俺は思っています。山海さんに対してそういうふうに意見表明したっていいと思うんだけども山海さんがそれを採択するかしないかそれは山海さんに権利があるわけで山海さんに無理やりそれを従わせる っていうことはできないと俺は思ってるんですよもしそれをしたいんであればそれをする権利を得なければいけないと俺は思ってるんですその権利のない人がいくら言ったところでそれは誰も聞いてくれないんじゃないのっていう話だと思うんですよじゃあその権利を持つ人は誰なのかっていうのはまあ一概には言えないけれどもまず利害関係者だと思うんですお金を出したりしている人こういう人は山海さんにお金を出して 自分がお金出してんだからこういう風にやってくれよっていう権利はあると思いますでもう一つは山海さんよりりもバレー界に影響ががああったり権威がある人だと思いますそういう人であれば山海さんのやっているやろうとしていることに影響を及ぼす可能性があるわけだからその人の言っていることは一概に無視はできないと思うんですだからそういう人がこういう風にしてほしいという風に山海さんに対して求めたものに関しては山海さんの判断にはなるけれどもそれに対して ある程度の配慮などはしなければいけなくなるんじゃないのかなというふうには思っております。たただだそういういいもののがないただの、ね コッパダンサーの言うことに関してだどこの誰だかも分かんないようなダンサーの言うことにいちいち耳を傾けてられますかっていうところは俺は思いますけどねただ山海さん多分優しいからどこのダンサーかっていうことが分かってれば一応は多分ね耳を傾けると思うんですよ今回のねあのヒューマニッキさんみたいに耳は傾けるとは思うんだけどもそこで採択するかどうかは全て山海さんの判断に委ねられるんじゃないかなというふうには思っておりますでこの方は、えっと、バレー界に反対 意見があったとしても今の状況で山海さんに対して正面切って物申せる人はいないでしょうでその理由は山海さんの理屈が正しいため反論できないのではなく影響力が凄まじいため意見することができないですというふうにおっしゃっておりますこれはねいろんな意味で間違ってると俺は思っておりますバレー界で山海さんよりも立場が上で しかも山海さんのやっている事業などにも影響を及ぼすような可能性のある人であればいくらでも言うことができると思います。だから誰も言えないなんてことはまずありえないんです。言える人がいないというのはこれは間違いです。明らかに間違いです。山海さんのやってることがバレエ界やバレエダンサーにとって完全に悪いことであればそれはさ、業界とかダンサーからね、不満が出て当然な話だと俺は思うんですよ。じゃあそれがね、大きな声が上がってこない。 ととということについてどういうううここにつてどなのか少しお考えになればわかるんじゃないのかなというふうに俺は思いますけどねそれと他の件でもありますけれどもいくら登録者が多かろうが世間の感覚からずれたようなことをしていればいくら登録者が多くても批判の声に飲まれて謝罪に追い込まれたりだとかそういったことというのは世の中にいくらでもありますので。 今回その山海さんの影響力が凄まじいためということについても俺は当てはまらないと思っていますじゃあそもそもの話をしたいと思うんですけれどもこのね不完全な意見というふうに私はテーマで挙げていると思うんですがなぜそういうふうに言うかというとじゃあなんで反対するんですかというふうな理由がこの意見では全く述べられていないんですよ理由が述べられていないのに反対だ ってていう,ふうに言われてもじゃあその反対意見に対して理由がわからないんだからそれが取り上げるべき必要があるのか取り上げる必要がないのか。 いいいううここととを判断すすすることがそもそももででできななな意見なんんよよっていう話なんですよ例えばねしょうもない意見であればそもそもそんな反対意見なんか耳かす必要なんかないじゃんっていう話にもなるしそれがねすごく真っ当な意見なんであれば耳を貸す必要があるとは思うんだけれども全くそれを判断する材料がないわけ。なぜ バレににお金が回るることに反対するのかなぜバレエが広まることを反対するのかそれがそもそも分からんよっていう話なんですこの意見からは。つまり意見としてはすごく中途半端なの。こちらがそのこの人がどう思ってるか分かんないのにただ反対だって言われたところで。 なんで反対なのっていうだけの話なんですよ。まあ、言うて本当に検討するに値しないんだけれどもまあそれを言っちゃったらねもう動画終わっちゃうんでまあ今回はねそれは置いておいて更にちょっと先に進めたいと思います。で、えー、批判的な意見を DM で送れば彼に届いたかどうかについても疑問があります、えー、私の知り合いの範囲でも過去に批判的意見を彼に直接送った方々がいるのですがそれに対する返事は「いいね」だったそうです、えー、その後に投稿されたのがえチえチな動画でした。 えー、投稿された動画に対しての犯行は動画の投稿によっうこれはね多分ね被害も嘘を鼻話しいんじゃないかなと俺は思っているんですけれども「あのいいね」で返事してもらったのは、まあ、おそらく世間的にはご意見承りましたご意見ありがとうございましたぐらいの「いいね」だったと俺は思ってるんですよ。山海さんに意見を言うのは構わないんだけれどもそれを採択するかどうかは山海さんに判断が委ねられているわけで。 まあ山川さんは「あ意見ありがとうございました」っていう程度だったってことでしょ要はだからそのその後にそのえちえチな動画っていうのをね出されてたようなんだけれども自分がもともと予定していたものを変えるほどの意見じゃないなっていう判断だったんでしょおそらくその意見に対抗してそういう動画を出したんじゃなくてもともとそういう動画が出すこと予定があったタイミングでその人が DM を送っっただけけていいう,うに俺は思いますけどねそんなどこの誰かも分かんないような DM にいちいち、ね、反応してそれに対抗するような動画なんか出してらんないでしょう。それね多分ね自意識過剰だと思うそれ。 まあ山海さんはどうか知らないけども普通に考えてそんな人の意見っていうのはあんまり重要視されないからそうだよねっていうふうに自分の中で納得できない限りはあのスルーされると思った方がいいと思いますでそれから山海さんのコンテンツとバレーを混同してしまう人は少ないとのことですが私の個人的な経験では混同されてしまったことが多々ありますこの件に関しても数字的な根拠はないため我々の想像の範囲で語るしかありません少なくとも混同してしまう人がいるというのは事実ですえっと まあ率直な話ね、えっと、俺からしてみると、混同したから何なんですかいや、混同しちゃった、その人がアホだったっていうだけの話でしょ混同されて、あなたが傷ついた、だから何っていう話なんですよ。で、そもそもの話よ、そもそもの話、その混同した原因が山海さんだったのっていうふうに俺は思うんですけど、山海さんの動画が原因で混同したというふうに、完全に言い切れるのかっていう話なんですよ。 それもあげないで山海さんの動画のせいで混同されたって言われてもえ本当に山海さんのせいなんですかっていうふうに俺は思うんですよもしそうだって言うんであれば証拠をあげてこの山海さんの動画によってこういう人がいましたっていうことをちゃんと実例をもってしてあげてくれないと本当にそんな人いんのっていう話にしかならんのですよ他の人が原因で混同しちゃったものも山海さんが原因だっていうふうに言ってたりしませんっていう話なんですよここういうい人たちが言ってることに対して 全く実例が出てこないのそういう被害があったとかねこれが原因でとか実際の問題が全く出てこなくてなんかボヤーンとしたイメージだけで話だけしてくからあの本当にそうなんでだから間違いなく山海さんのせいでこういう混同が起きてこういう実害が出てるっていうことであればしっかり実例を上げて。 説明していただかなないとあの誰も納得しませんよそんよそぼやけた話ではだってここに出てるさ「バレエでこんなの着るんでしょ」みたいなねその何かの番組でって言ってるけどこれ山海さんのせいいじゃないよね山海さんは別にそんなそんなことしてないよね番組出てないよねそんな番組にねこれ山海さんのせいじゃないじゃん。 それ山界さんに言ってもしょうがなくななくいって話なのよ山貝さんが悪いんだったら山界さんが原因のことで山界さんに言うべきなわけでそれがちゃんと山界さんが原因だっていうことを特定した上で言わないとただのは八つ当たりよそれってで、えー、プロバレエダンサーやバレエ界といったように、えー、全ての人々をひっくるめるような表現またはバレエ界を代表するかのような印象を与える表現そして「えチエチといったような内容については配慮していただきたく思います いや、俺はね、別にプロバレエダンサーっていう風に名乗ることは、俺は問題ないと思います。だって、それは山海さんが努力の末に得た肩書きなんだもの。その肩書きを使って、何かね、事業をしたりだとか、そういった自分の活動をすることに対して、何も問題はないと思ってるんですよ。それは山海さんの努力の成果だから。 それを使うこととに何も問題ないと俺は思ってます。そして別に俺はね山海さんの動画を見てるけども山海さんがバレエ界を代表するようなことを言っているとは思ってないんですよ。山海さんの考えを述べているだけであって山海さんの視点から見たバレエ界がどういうふうに見えているかということを語っているだけなわけですよ。あの何か勘違いしてると思うけどもそのプロバレエダンサーっていう肩書きは山海さんのものだからね。 人がどうこう言うものじゃないから山界さんが努力の末につかんだ肩書なんだからあの人がどうこう言っていいものじゃないですよその肩書についてはそれはね山界さんに対して、まあ、失礼すぎるんじゃないのというふうには思いますけどねだって逆に考えてみてくださいよ。ね。 山海さんがいいなって思ってる人はヒューマンッキさんとかサワイ井玲奈さんのことについてかなり否定的な意見を持ってるんですでもそれでも彼女彼らがバレエダンサープロのバレエダンサーであるということに対して否定はしてないわけですよ彼らの言ってることはおかしいとは思うけれどもそれと同じなんですよそれもないんだったらもうリスペクトのかけらもないよねっていうふうに論ずるしかないかと思いますでそもそもの話なんだけどその自分たちのやりたいことがあるんであれば 山海さんにどうこう言ってないで自分たちのやりたい方法をさっさとやればいいんじゃんって話なわけですよでおそらくそういうふうと言うと山海さんみたいに影響力ないからっていうふうに言うとは思うんだけどいや山海さんだって最初なかったでしょって話なんです山海さんは努力のせいにその影響力を今 持っていいるというだけであってだったらあなたもその影響力を持てるように山海さん以上に頑張ればいいんじゃないのっていう話なんです。あなたの努力が不足してるだけよって話なのよ。山海さんはね、謙遜して先行者利益だっていうふうには言っているんだけども、俺はそれだけじゃないと思ってるから、山海さんの実力があって、ね、YouTube を作る、エンターテインメントを作る実力があってこその、今の 山海さんだと思っているから、もしそれ以上の影響力を持ちたいって言うんであれば、山海さん以上に頑張ればいいんじゃないですか。山海さん以上に考えて、山海さん以上の働きをすればいいだけだと俺は思っています。ということで、えとあるダンサーの意見についてお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、とりあえずね、もう先ほども言った通り、そもそもの話、これはまあ、検討する価値があるかどうかすらわからない、 意見だと思っておりますだって反対するのに理由すら述べないのにさ「反対だ!」って言われたところで「なんでですか?」って話にもなるしさらに言えばこの意見については対案すら出されてないんだよねこういうふうにする方があの実際にいいと思いますっていう山海さんの方法はダメでこうした方がいいっていう意見すら出されてないから反対するんだったら対案も出した方がいいんじゃないのっていう話なんです。だからそういったものもの 踏ままえてて、まあ、このの意意見見といいいううはは完全ににに検討すするに値しなだ私思っております皆さんはどのように思われましたでしょうか何か思うところありましたらぜひコメント欄でコメントしていっていただけると大変嬉しく思います。あとはこの動画がいいなというふうに思っていただければぜひチャンネル登録をお願いいたします。以上